今もう学術的に確認されているというのは、お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんの心臓の心奇形、心臓の奇形が2011年前の 16%、 日本の全国的に場所が福島近辺に集中しているということではなくて、全国的に奇形が見つかっている、平均して 16%。 あるいは大流清掃、睾丸が精巣に降りてこなくてとどまってしまっているという、そういう奇形、これは手術で治るという、そういうことなんですがね、そういう奇形ということがね、一番具体的にたくさん問題になってきています。これはですね、全国の原発の周辺は必ずそうだと思います。もう観察をちゃんとすると必ず奇形が植物の中にも生まれている。例えば一番有名な話がですね、春になって咲く桜の花の奇形を調べる。そうするとほとんどの原発周辺で、原発近くの方が奇形率がすごく多い、遠くに行くと少なくなる、そういう毎年毎年調査をしているグループもありますね。これは通常稼働でということですよね、事故は関係なく、